ヤマハ発動機株式会社は特許庁長官表彰をデザイン経営企業部門で受賞しました。次に受賞のポイントについてご紹介いたします。柳会長の言葉、コンセプトとデザインを譲れないをベースに、2012年にデザイン本部が発足しました。2017年にはイノベーションセンターを新たに建設し、デザイナーとエンジニアを含め多くのものが気軽に、そして深く連携しやすい環境と仕組みを整備しています。またヤマハ発動機では事業戦略の最上流である経営会議にデザイン責任者が参画しています。デザイン経営の考え方を社内に浸透させるために、デザイナーが事業戦略構築に参画し、お客様に届ける意味を明確化するサポートをするなど体制を整えています。ご清聴ありがとうございました。